ならばお嬢様、この壺を魔法で蘇らせましょう。それで皆が幸せになれるなら、壺も魔法も精霊たちも喜んでそのために力を貸し、元の姿を取り戻すでしょう。さあさあ、お嬢様、目を閉じて私と一緒にお歌を歌いましょう。さあさあ、目を閉じてごらんなさい。そして思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。それはきっと、とてもとても美しい姿。どうか私に、あの姿をもう一度見せておくれ。Thank you.
わかるかい？長次さん、これは夢なの？いや、これは夢じゃないよ。だからほら、つねっても冷めないよ。彼女が君を生き返らせてくれたんだ。ありがとう、ベアトリーチェ。いいや、わらわは何もできなかった。シャノンをよみがえらせたのはそなたの魔力、そなたの魔法、奇跡を成し遂げる後ろ宮の血。確かに見届けさせてもらったぞ。ジョージさんが私を？うん、わらわなど足元にも及ばぬほどの凄まじき魔力であったぞ。わらわなどまだまだ見習いの息を出ぬか。今こそ身の程を知ろうぞ。ありがとう、ベアトリーチェ。君は僕たちの恩人だ。ありがとうございます、ベアトリーチェ様。再びジョージ様に会わせてくださったこのご恩を決して忘れません。よせよせ、愛し合う二人に感謝されては下道の極みと恐れられたわらわにはくすぐったすぎるというものよ。わらわのことは気にするな、存分に。
再会を祝い合え。ようやく魔法の使い方を思い出したようですね。頭ん中酸欠でカラッカラで、思い出すのヘチマもねえぜ。それよりあんた殺したじゃねえかよ。現れるんじゃねえよ。あなたが未だに私を生かしていますよ。だからこうして現れられます。もっともあなたの頭を撫でに来たわけでもありませんが。無様な笑わ、わざわざ嘲笑いに来たかよ。それ隠居までした魔女が今さら頭なんか撫でられちゃ、他の魔女の笑い者だぜ。そうですね、一人前どころか現役を退いたと豪語するあなたなのに、今頃になって魔法の使い方を覚えたなど恥ずかしくて誰にも言えませんね。だなあ、内緒にしてくれよ、お師匠様。愛か、勝てねえな。45、データ受領、射撃準備完了。男子選定、装填。410、射撃2匹。わずかの間で合わせてくれてありがとう。ベアト、今のうちに逃げて。シエスタの黄金宮からは誰も逃れられない。
410、標的失敗、ミシャ、魔法機マシ。45了解。索敵変更、対人画像追尾方式、標的再捕捉。410でデータリンク。410データ受領。すっとろいにえ、先代様。来て来て来て、着弾。おのれ！